日本近畿地方大阪府大阪市中央区、南千葉南千葉は、大阪府大阪市中央区の町名及び地域名。現行行政地名は、南千葉1丁目から南千葉4丁目。現行住居表示の南千葉は1丁目から4丁目まで、あり、東横堀川から、堺筋までが1丁目、三九橋筋までが2丁目、御堂筋までが3丁目。 西横堀川までが4丁目となる。4丁目が高感度なショッピングエリアとなっており、ファッション誌などで南千葉と紹介される場合は、通常4丁目を指す。もともとは、繊維トンヤ街として発展したが、産業構造の変化で衰退しつつあった1990年代、前半、オーガニックビルなどいくつかの新しい建築が話題を集め、デザイナーなどが集まり出した。 1990年代後半より4丁目には、震災橋やアメリカ村などから店舗が移転、さらに20歳代後半以上向けの高級医療店やカフェ、レストランが次第に集まり始め、高感度な地区として認識されるようになった。さらに御堂筋や長堀通り沿いに、海外の高級ブランドの路面店が集まり、南千葉はその地位を確立した。2000年前後に、 若者向け商業地区となった点で、堀江などと共通する点はあるが、堀江が当初東京のセレクトショップなど、大阪外部の店舗が集まったのに対し、南千葉は大阪の地元資本による医療やカフェなどの出店が目立つこと、また堀江にはない高級ブランド店の存在など、堀江に比べて、客層の年齢がやや高いことが挙げられる。震災橋筋が縦断する三丁目は、 震災橋筋北商店街、どぶ池筋商店街のように旧来の格安の医療店や医療問屋などが主体であるが、御堂筋や長堀通りに面して高級ブランド店が立ち並び、レストランやギャラリーなども増えつつある。二丁目一丁目は目覚ましく発展した四丁目三丁目に続く発展エリアとして注目され、カフェやプライベート施設が隠れるように多数存在している。 本来の南千葉は、船場の内本町通院南を指す。江戸時代の大阪三里では南組に属した。明治に入り、三里から四大組に改編された際、船場は当初すべて東大組に属したが、1870年に、準慶町通り以南の所属が、南大組に変更された。以降は、南区時代を通じて、境界変更はなく、1982年に南区が、 南千葉の住居表示を実施したこともあって、近現代では、純慶町通り以南を指す場合が多い。純慶町通り以南の南千葉では、1872年に以下の町名に改変された。純慶町通りは、筒井純慶の屋敷があったことに由来し、江戸時代には、新町遊郭へ至る新町橋が架けられ、夜市で賑わった。町通りには佐藤が多く、 1925年には大阪佐藤取引所が設置された。1982年に南千葉の町名に改称された後も各通りの名称として使用されており、末吉橋通りは現在は埋め立てられた長堀川跡まで拡幅されて長堀通りとなっている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。オーガニックビル、大阪府大阪市中央区の町邸、アザ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。 大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、南千場の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。